三浦さん、三浦一さんです。お疲れ様でした。今日は香港です、ね、スカイランニング、アジア選手権ランタウ50 NSRG ランタウ50 50キロ正確には54キロぐらいあったそうですけれども、総合で7位でね、アジア金メダル、アジア人首位ということで金メダルも獲得されました。おめでとうございました。香港もう初めて、海外のレースってあんまり意味しないんですけど。そうです、海外のレースは今回初だったので、うん、もうだいぶ緊張して、はいはい、ちょっとここに着いてから若干体調も悪かったので今日どうなるかなっていうのはあったんですけど、うんうん、まあ、無事アジアで1位ということ、うん、いい結果が出せて本当に良かったと思います、うんうんうん、今日は割と序盤から、ね、私も少し途中で見せていただきましたけど、割と安定した感じで、ね、あの17、8位ぐらいのところを、ね、こう安定して、で前の方の選手はちょっと入れ替わり、暑かったせいもあって入れ替わりもありましたけども、すごく安定した感じでした。その辺はなんか思った通りにいったんですか。そうですね、最初、先頭グループの選手が、まあ、世界レベルの方々だったんで、まあ、最初どんなもんかなと思ってついていって、あとはもう自分のペースでどん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 後から抜いていければって思ったんですけれど、途中第2から第3にかけてのところで、ロストしてしまって、まあ、そこで10分ぐらいちょっと余分にかかってしまって、だいぶ力を使ってしまいました。こう下っていって海沿いに行くところですよね。そうです、やっぱちょっとなんかややこしかったんですか。下ったところに本来は左が正しい道なんですけど、右に曲がるような矢印があって、それに従って行ってしまったら行き止まりに行ってしまってだいぶ焦りました。なかなか慣れてる日本だとあんまりないかもしれないけど、ね、そういうことはあるってことですよね。またこれをきっかけに何かこう夢は広がるっていう感じですよね、きっと。なんか考えてることありますか、来年以降の目標とか。そうですね、今回、まあ、縁があってアジア選手権に出させていただけたので、まあ、来年は世界選手権に出れるように頑張りたいと思います、うんうん、スカイランニングの世界選手権とかってことですね。三浦さんはこうジャンル的にはこう、まあ、距離とか100キロとかもっと先の長いものとか、こうもっと短いのとかいろいろありますけども、自分としてはどういうのが得意とかやっていきたいとかあるんですか。仮説での活躍がやっぱり去年のね、はい、2位っていうのがすごく印象に残ってるんですけど、はい、そうですね、まあ、一番走りやすいのが40キロぐらいが一番いいんですけれど、まあ、長い距離、まあ、これからちょっと100キロ以上も挑戦していければなと思っていますが、なかなかタイミングが、はい、ないです。あ、それはタイミング合わせて練習してっていう、そういうね、いろいろスケジュールを合わせるのは大変ということで、はい、ということですので、で、ありがとうございました。三浦一さん、7位金メダルでした。ありがとうございました。ありがとうございました。